中国高速鉄道 CRH1 型電車は、交信線などで用いられている高速鉄道車両である。この項目では、中国高速鉄道 CRH380D 型電車についても解説する。CRH1 型電車は、中華人民共和国鉄道部が、第6次在来線スピードアップのために、ドイツのボンバルディアトランスポーテーション車などと提携して、 導入されている高速鉄道車両である。この電車の原型車はスウェーデン SJAB 社のレジーナ C2008 系である。2007年2月1日から更新線で営業運転を開始した。現在は上海近隣など他地域でも運転されている。なお、外国からの技術移転をもとにライセンス生産されている CRH 車両は和解号と呼ばれている。 CRH1 アンペア型電車は8両編成で、蘇生され、1両目から次のように番号が振られる。うち00と01号車は、先頭車で、車体に CRH1AXXXX と記載されている。02と07号車はパンタグラフを搭載する。1081から1166編成については、編成の蘇生型編成と異なっている。 CRH-1AA 型電車は、ボンバルディアトランスポーテーション車の高速鉄道車用、ゼフィロ 250NG をベースにした、CRH-1A の増備車。2016年に登場した。CRH-380D と比べて先頭部が短く、塗装も異なっている。8両編成で蘇生され、1両目から次のように番号が振られる。 うち0-0-1 00号車は、先頭車で、車体に、CRH1AXXXX と、記載されている。0-2-07号車は、パンタグラフを搭載する。CRH1 バイト型電車は、16両編成で、蘇生され、1両目から次のように番号が振られる。うち0-0-1 00号車は、先頭車で、0-2-08、15号車は、パンタグラフを、搭載する。 2012年10月には CRH1E として製造されていた車両が編入され新たに CRH1 バイトから1076から1080編成となったそのためこれらの編成についてはそれまで製造されていた車両と外見が異なるほか編成内の一部車両の定員数が異なっている CRH1E 型電車は ボンバルディアトランスポーテーション社の高速鉄道車用、ゼフィロ250をベースにした、先頭車と食堂車を除き寝台車で蘇生された、編成。16両編成で蘇生され、1両目から次のように番号が振られる。うち00と01号車は先頭車で、02と07、10、15号車はパンタグラフを搭載する。 1073から1075編成については10号車の高級一等寝台車が一等寝台車に置き換わっており、定員数が増加している。CRH1E-250 型電車は、ボンバルディアトランスポーテーション車の高速鉄道車両、ゼフィロ 250NG をベースにした一部が寝台車で、蘇生された編成。2015年12月に登場した。 16両編成で蘇生され、1両目から次のように番号が振られる。うち0と0 1号車は先頭車で、02.07、10、15号車はパンタグラフを搭載する。CRH1E では、食堂車であった09号車が一等寝台、食堂号作り車に改められており、定員数がさらに増加している。c r h 百八十 d 電車は、二千十四年に、 登場した最高営業速度時速 380km を目指している高速鉄道車両である。8両編成のものは CRH380D、16両編成のものは CRH380DL と呼ばれることになっている。2010年9月にドイツのベルリンで開催されたイノトランス2010で展示された ボンバルディアトランスポーテーション社の高速鉄道車用、ゼフィロ380をベースにしている。CRH380D 型電車は8両編成で、蘇生され、1両目から次のように番号が振られる。511編成以降については、編成や座席配置が一部変更されており、定員は増加している。ありがとうございます。